30秒でわかるトーンコネクトの使い方。スマートフォンで他のスマートフォンとページを共有したい場合、このページを共有の中からトーンコネクトのトーンで送信を選びます。そしてこれが表示されたら、ここで音を他のスマートフォンに聞かせます。するとはい、こうやってサイトにアクセスするっていうふうに出ましたんで、サイトにアクセスすると、はい、こうやってページが共有できました。